週、RC ランス戦に強行出場の中村敬斗、まさかの骨折の超重傷発覚で途中交代。スタッドランスの中村敬斗がレイニと敗れた RC ランス戦で後半22分に途中交代した。チームトップの6ゴールと、今やクラブの攻撃陣の中心でもある中村。しかしこの試合ではリードを許した状況で途中交代となった。その理由の一つが白いギプスでカバーされた右手の負傷。右手甲は骨折していると見られ、痛み止めの服用によって強行出場していた模様だ。負傷を抱えてプレイしたこの日も、滑らかなターンで右足を振り抜いてゴールを狙ったり、らしいプレイは見られたものの、やはり骨折の影響はないとは言えず、手で相手 DF をブロックしながらのボールキープなどはできず、後半途中にピッチを去った。次の代表戦が3月でよかったよ。今度はケイトか。ちょっと休んでしっかり直してくれな。足よりはまだ影響少なかったりするのでしょうか、お大事に。まだ手の甲でよかった今はそう思うしかないですね。プレイスタイルとして手の使い方が重要なスタイルもあるけど、中村の場合はその影響は少ない方でしょうから、よほどひどい状態じゃないなら大事をとって数試合は様子見るとしても、年内復帰とか途中出場でいけそうな感じある。最低限の練習はできるから、序列が下がらなければ良い休み期間になると思うべきかな。このまま2桁得点したらライカはプレミアかブンデスあたり A 席だろう。骨折とはいえ、手の負傷ならまだ良かった。まあ今はゆっくり休んでも許されると思うよ。骨折とはいえ幸い手の甲なのでサッカーに影響は出にくい箇所。出場は可能だがタックルなどを受けた際にバランス崩して手をついたりして悪化しないか心配ではある。テーピングをしっかり巻いて固定していれば大丈夫だとは思うけど、激しいコンタクトスポーツなので無理はしないでほしいね。全く影響ないわけがないけど、中村自身今大事な時期だもんな。矛盾してるけど、悪化しないよう頑張ってほしい。だからあまり激しいチャージなかったんだ。すぐ倒れてたからそれは余計心配だ。